いつもの見るやつです。公園に向かってます。あ、そう、あ、今日はおののさんがうちの嫁ポジにやばいやばい、炎上する怒られる、これは怒られる。今日はこれから、もののんさん含めモデルさん含め撮影に行ってまいろうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね2本撮った後だからちょっとね、あのお眠の時間なんですよ。そう、ふぬけてます我々ランチを食べましたからね。はい、はい、ご飯食べた後なので、はい、みんなでまずケーキからいただきます。イエーイ。あ、どうぞ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 。ペラをね、あ、ペラペラね。で、後ろにはコトちゃんとモデルの真央さんがいます。よろしくです。ということでやってまいりましょう。おおおおはい、あ、なんかアンパンマンの顔が落ちてたすごい走る、ちょいちょいと補足を入れていきます。最初のカットなんですけども、もう最初からかなり微調整を繰り返してました。もう頭の中でだいたいこういう風に撮るっていうのが決まってるんでしょうね。ちょっと一回写真です。もちろんもちろん。一緒に撮影しててすごく思ったんですけども、モロンモンさん自体もかなりこう楽しんでる感じがするんですよね。なんかそれがモデルさんに伝わって自然な笑顔が出てるんじゃないかなっていう風にもすごく感じました。いいですね。はい、撮影中です。撮影中です。はい、今日はちょっと僕の自分の動画も撮りながら、モロンモンさんのこう撮影の姿も動画に収めるようチャレンジしてます。もうすでに今のところでちょっとねすごいというか、俺とは違うような、うん、やっぱね指示の出し方、うん、ああ、でも確かにさっきそうでしたね。うん、慣れてる感じがしたよね。的確的確だよね、うん、確かになんかもう撮りたいイメージが結構あるかも、うん、ああ、すごいすごい。で、女の子とやっぱやるからすごい女の子側もなんか受け取りやすいような気がした、うんうん、受け側もそういう新しい発見がありました。やったぜ俺もやってみよう。次から前に出してイエーイってやってくださいケイスケの動画、最近ようやく使えるようになったんです。あ、いいですね。なんか2週間前からに気づいたら、うん、これストーリーズ使えるって思ってめっちゃ嬉しい何を今何を見て撮ってらっしゃるんですか？彼岸花。彼岸花、彼岸花撮ろうとしたんですけど、はい、レンズ間違って35あ、16-35にしちゃったな。そう、私今タムロンの28-75をつけたつもりでいたら35だいぶ遠めですね。あそこのね、彼岸花を狙って。遠いっすね、コロナ越しの、うん、ちょっと撮りたいな。あ、私も含めてですか？あ、3人って3人、もしくはお二人で、はい、どっちでもいいですよ。じゃあちょっと動画も撮るかもなので、お二人にお願いしていいですか？はい、どうしよう。え、ケイスケさん、なんかあっちの方行きたいとかあります？いや、特に大丈夫です。じゃあ僕もちょっと上撮りたいなと思ってました、逆に言うと。はい、お願いします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。こういう感じ。そう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 、
手で、そう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 、で、こっち、そう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 、いきまーす、はい、チーズ、もう一枚、はい、チーズ。いや、これ貴重ですね。これ貴重なんじゃないですか。はい、素敵です。今こう見てたので、あっちを見てこう振り向くみたいな、そう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 、ちょっと肉みたいな、うまそう。これ今何の表情をさせてるんでしたっけ。柴犬を抱く表情です。柴犬を抱く表情。それ表情できてます。完璧完璧で、横顔いただこうかな、そしたらで、ちょっとこう髪、そうですね、あ、右手にしよっかな。うん、あ、で右手で、そうそう、もうこっちで大丈夫です。オッケーオッケー。で、斜め45度上を 見上げる。で、カラスが鳴いてるんですけど、何か小鳥のさえずりが聞こえるなみたいな、自然をいっぱい抱えるような気持ちでお願いしたいです。そうなんですよ、いいですよね、めっちゃいい。目に力が入ってる子犬です、子犬。ありがとうございます。いいですね。バッチリですか？バッチリです。はい。あ、サムネイル撮ろう。あ、サムネイル撮ってない。サムネイル撮ろう。じゃあって感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、あの、僕は動画で結構撮るのに必死だったんで、すいません、だいぶゆるっと、あの、モロンノンさんのもう逆にね、生の撮影風景みたいなのを、うん、もうほぼあのノーカットでお渡しするみたいな感じになってます。わかりました。ああ、いや、でもすごいいろいろ発見があったと思ってて、なんか僕の時とはやっぱ声の書き方全然違うんですよ。ケイスケさんが写真を撮るときと私が写真を撮るとき、そう、声の書き方が全然違う気がする。あ、確かに。やっぱなんかすごい参考になったし、モロンノンさんらしい声の書き方っていうのがめっちゃあった気がしてて、あ、なんだっけ、柴犬を、柴犬を抱きかかえる、抱きかかえるようなイメージでとか、そんなん出てこないから、あの、俺もそういうトンチの効いた、あの、声の書き方をちょっとね、意識しようかなと思いました。皆さんどう思いましたでしょうか。はい、そう、あんまりなんかカメラに意識を向けてほしくなくって、そうですね、なんか何気ない瞬間を撮りたいから、うんうんうん、意識を他に向けるために、なんかそういうちょっとふざけたことをよく言ってます。はいはい。ちなみになんかやっぱり普段撮るときは笑顔みたいなのを意識してるんですか。結構笑顔がやっぱ多いですね、うん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 、なんかバチッというよりはその人の柔らかい瞬間を撮りたいので。あー、なるほどなるほど、うん、難しいっすよね、柔らかい瞬間撮るの。難しい。でももうめちゃくちゃうまいっすやっぱり。そこは撮れてるといいな。よかった、ありがとうございます。今日はもうほぼレンズこれ1本ですよね。はい、もうほとんどこれしか撮ってないです。ジミルックス F1.4 50mm。 はい、このレンズで、まあ、僕があのお貸ししている、そう、ちょっと今マウントアダプター本日ケイスケさんのやつをお借りしてめっちゃ良かったです。そう、寄れるやつをね、うん、なんか本当は全然こう寄れないというか昔のレンズなんであんまり近くには寄れないんだけど、ちょっと寄れるようになるあのマウントアダプターみたいなのがあって、それを買います。はい、ぜひ買ってください。買います。はい、よろしくお願いします。まあ、てな感じで今日の動画はこの辺にしたいと思います。はい、なんかモロンノンさんのね、うん、チャンネルの方でもあのコラボをしておりますので、はい、概要欄の方から、私のチャンネルではケイスケさんに聞くおすすめカメラとケイスケさんに Vlog を教わる動画を撮ったので、はい、すごい大層なタイトルになってます、どっちも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
まあ、いろいろね感想とかもいただきたいなと思ってますし、まあ、コラボ自体もモロンナさんが良ければこれからもね、もうぜひぜひ本当にぜひよろしくお願いしたいので、なんかこういう企画やってほしいとか、あー確かに私も知りたいです ね、そういうなんかこういうのがあれば嬉しいですみたいなのとかあれば、うん、まあ、ご近所さんなので確かに結構近いんですよ。そうびっくり、そうお家は比較的近いので、うん、コラボもしやすいと思いますので、ぜひねコメントの方もよろしくお願いします。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。いいですか？はい、今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとね、あ、今回はちょっと僕の方にかかってるんですけど、SNS のね、SNS が告知がここに入ってますので、ぜひね、SNS の方も、Twitter とか Instagram やっておりますので、モロンノンさんの方もインスタも。モロンノンです。はい、モロンノンさんも。もちのロンじゃないから。よく言ってますけど。もちのロンじゃなくモロンノンです。はい、インスタの方も、ぜひフォローしてみてください。ありがとうございます。ということで、こんな感じで、今日の動画締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。また次の、もっといい動画でお会いしましょう。行きますか。これで多分取り残しはないはず。ないですね。うん、大丈夫だと思います。はい。これめっちゃ滑りそう。終わった後に心配するモロンノンさんでーす。ちょっと取り残しがないか。なんかでも今回やって思ったのは、はい、結構私考えすぎて動画撮ってるかもなって思います。いや逆じゃないですか。僕が考えなさすぎなだけかも。